1年間5大会を1シリーズとし、そのシリーズの成績上位3人でシリーズチャンピオン決定戦を行い、年間チャンピオンが決まります。シリーズの出場選手は総勢24人。その中から上位3人を決めるのはポイントシステム。各大会の1回戦、準決勝、決勝戦で順位に応じてポイントが与えられます。シリーズチャンピオンに贈られるのは賞金300万円。現在ランキングは中野が総得点差でトップ。最終戦目前の今大会、ポイント争いからますます目が離せない。各大会は18人のトーナメント戦。1回戦は6試合を戦い、各グループトップが勝ち上がり、最下位の選手は次回出場停止となります。そして1回戦で2位となった6人のうち、スコア上位3人がワイルドカードを獲得し準決勝進出。その3人と1回戦勝ち上がりの6人、計9人で戦う準決勝は3試合。そこで勝ち上がった3人で決勝戦を戦う、合計10試合の真剣勝負。各大会の優勝者には賞金30万円が贈られます。1回戦 C グループは接戦を制したキムが2大会連続の準決勝進出、浅田が次回出場停止となった。続く1回戦 D グループ、戦うのはこの3選手。シンデレラガール、森さなえ。第2戦、第3戦とここ2大会連続でワイルドカードを獲得、準決勝進出を果たした森田が、ワイルドカードじゃなくて進みたいです。ポイント、本当にポイントでも多く取りたいので。現在ポイントは2。今回こそグループ1位で勝ち上がり、まずは3ポイントを獲得したい。1位通過で勝ち上がれるように全力で楽しみながらあげたいと思います。東海のファンキーガール、鈴木亜希。トータル的には良かったなぁと。鈴木梨沙のリザーブとして参戦した前回大会、久しぶりの P リーグの舞台で決勝進出、3位と大健闘。いい結果を出せたわけは、頑張って勝たなきゃいけないとかっていう風に思ってきてなかった部分もあったから良かったのかもしれないですね。気負わない投球が勝利につながったという。まあ、相手じゃなく自分と、はい、戦えればいいな。自分の投球に集中し、今回も結果を出せるのか。奈良のワンダーガール、久保田彩香。 Bリーグの結果だけで、あ、久保田彩香って弱いんやなっていう印象がやっぱりあると思うので。公式戦優勝3回、 JPBA ランキングも上位と若手実力派の久保田。 P リーグでも今シリーズ第1戦で初の決勝進出を果たし2位。ここからさらなる飛躍が期待されたが、続く第2戦では1回戦敗退、第3戦は出場停止と結果をまだ残せていない。公式戦でも強く、 P リーグでも強い私にどんどんイメージチェンジを図れたらなとは。今回は実力を発揮し、初戦突破なるか。緊張感に包まれる P リーグシリーズ2021第4戦、この時間は1回戦 D グループの模様をお伝えしてまいります。解説は丸山隆プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この D グループは鈴木亜希、森さなえ、久保田彩香、この3人の出演となります。まずは鈴木亜希、9本カウントです。さあ、そしてこちらは森さなえ、第2戦第3戦とワイルドカードで準決勝に進んでいます。さあ、第1フレーム1投目、4番ピンが残りました。鈴木亜希、おーっと、なんと、これもったいないですね。まあ、途中からの参戦という形になりましたけども、はい、いい結果が前回ありましたので、その流れをつかみたいところで今のミスは痛いですね。そうですね。田中さん、はい、
鈴木亜希ですが、前回の P リーグ復帰戦、自分で自己評価をしてもらったんですが、上出来でしたと話していました。先入観なく投げられたことが良かったですと話していました。なるほど。会場も変わったというところと、自分は途中参戦ですので、あまりこういろんな情報に悩まされないで自分の感性で投げようというところがうまく功を奏したと思いますね。はい、さあそして久保田です。第1フレームの1投目、9本カウントです。前回は出場停止でした。出場停止明け、しっかりマークしました。さあ鈴木亜希、オープンフレームの後の第2フレーム、ここは来た。第2フレームでストライク、左側の17番レーンでのストライクでしたね。そうでした。さあここからペースを上げていけるか、ミスの後のストライクは大きいですよね。いいリカバリーというところですね。そうですね。さあそして森さん、まあ、やはりねワイルドカードではなくしっかりとトップで通過したいという思いがあるでしょうね。はい、ストライク。いや非常に難しいパワフルなボールでしたね。いいボールでしたね。はい、素晴らしい。ストライクを取ってきました。さあやはりあとは丸山さん、この D グループが終わるとまずワイルドカードも一人決まりますよね。そうですね。そのあたりも注目していきたいところです。さあ久保田、来た。この後もストライク連発。この番組